学校教育とは学校で行われる教授言語による教育。公教育と密接な関係がある。公教育とは国家や地方自治体や学校法人が行う公的な性質を持つ教育のことで学校を通じて行われるためである。フォーマル教育に分類される。なお、教育そのものは学校教育の他にも社会教育や家庭教育などがあり、 それぞれの教育が連携し合うことで、教育の目的を達成していくことが理想と考えられている。日本の教育において、学校教育とは、教義には、学校教育法の第一条に規定する学校で行われるものを指す。具体的には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学などが代表的な学校であり、6歳から15歳までの、 時期が義務教育である。ただし、競技の学校教育に該当しなくても、学校教育に類するとされる、教育の場も現代の日本では重要な意味を持っている。特に専修学校や各種学校は、学校教育法第一条には規定されていないものの、学校教育法の中に規定があるため、学校教育として扱われている。学校教育は、日本国憲法や、 教育基本法の精神にのっとって行われ、憲法や基本法を受けて、学校教育法やその他の法令が制定されている。教育基本法第6条では、学校教育を行う学校を、校の性質を持つと規定している。例えば、学校教育法で、中等教育学校における教育については、次に掲げる目標の達成に努めなければならないと、されている。 国家及び社会の優位な形成者として必要な資質を養うこと。社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。社会について広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。日本における 学校教育は、概ね次の教育段階から成立している。修学前教育初等教育前期、中等教育後期、中等教育高等教育また、教育内容については、次のものがあり、それぞれの段階で行われている。普通教育、一般教育、専門教育、特別支援、教育保育所は、児童福祉法に基づく、児童福祉施設であり、 学校教育法に基づく教育施設の幼稚園とは位置づけが異なる。しかし、近年、養保一体化の流れがあり、2002年12月の構造改革特別区域法の成立により、特区の申請が認められれば、保育所、幼稚園一体化施設の建設が可能となった。例えば、群馬県の旧国村は2003年に、養保一体化特別区域と認定され、 養保一体化施設を開園している。農業大学校は、農業改良所長法に基づく農業者、研修教育施設であり、学校教育とは異なる位置づけであるが、近年、多くの施設が、専修学校専門家庭の認定を受けたことにより、該当する施設は、専修学校と位置づけされている。一般に、大学校と称する施設に、一定の位置づけはなく、 学校教育法には大学校の規定がない。しかし、大学校と称する専修学校が多く存在し、これらは、学校教育と位置づけされる。また、省庁大学校の中には、大学の学部、または、大学院に相当する教育を行うものと、独立行政法人大学評価、学位授与機構が認定した施設があり、これらの施設を卒業、または修了すると、学士、 修士、または、博士の学位授与を受けることができる。職業能力開発促進法に基づく、公共職業能力開発施設は、学校教育ではなく職業訓練のための施設であり、学校とは全く異なる性格のものであると位置づけられている。公共職業能力開発施設が、学校教育と明確に区別されるようになったのは、以下のような経緯があったからである。 1990年代終わりの不況と18歳、人口減少は、専修学校の学生確保を困難とし、さらに、1997年には、職業能力開発促進法が改正されて新たな、公共職業能力開発施設として、職業能力開発大学校を、国が設置できるようになったことが、さらに問題を大きくした。そこで、 全国専修学校各種学校総連合会は、公共職業能力開発施設と専修学校、等の学校教育との重複は間による民業の圧迫。役割分担を明確にすべきと主張し、文部省、労働省、議員連盟に強い働きかけを行った結果、1998年に、文部省と労働省は、学校教育と職業訓練は、 重複を避けるとの合意を公表するに至った。さらに同年に、文部省は、各都道府県教育委員会に対して、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校等の職業、能力開発施設は、労働省所管の職業能力開発促進法に、基づく訓練施設であり、学校教育法に基づく、学校とは、 全く異なる性格の施設である。生徒が職業能力開発施設と学校等を混同することのないようご配慮願いたいと通知している。世界の各国では独自に学校教育が行われており、その性質は様々である。また、学校教育はそれぞれの国の法令に基づくことが多い。アメリカ合衆国では州ごとに 学校制度が異なる。しかしながら、その多様性を背景に、様々な形態の学校が認められており、柔軟な選択が可能だと考えられる。大学進学の条件は大学によって、その審査や要求が異なり、多くの場合は、高校在学時の成績評価や、統一試験であるサットの点数を考慮し、入学の是非を決定する。なお、大学によっては、 ボランティア活動、小論文などの審査を実施するところもある。ドイツ連邦共和国においては、中等教育以降、職業人向けと高等教育向けの学校が厳格に分けられている。しかし進路変更は、比較的柔軟に可能である。大学に入学するには、アビトゥア資格を得る必要がある。 教育を受ける機会の平等を掲げ、大学教育までの一切を国費で賄ってきたが、近年、留年する大学生の増加を背景に、制度改革が叫ばれている。イギリスでは、地域や公立、私立によって制度が異なる。ただし、イングランドとウェールズは、ウェールズ語の必修を除いて同じである。イングランド・スコットランド義務教育は、小学校・中学校であるが、 事実上国民のほとんどが高等学校まで進学する。大学入学に際し、大学修学能力評価試験を受験しなければならない。ありがとうございます。